どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。小本です。はい、1週間ぶりでございますけど、はい、すっかり寒くなりましてね。寒いですね。もう年末ですけど、年の瀬そうですね。まあまあ、別にブチラジは通常営業でいつまでやるのかいつからやるのかもあんまり分かんないですけど、いつがお休みにするのかとかねまあまあ、どうせそういう時は日本撮りやりますからと、おそらく休みなくずっとやると思いますので、ね、日本3本とね、なので年末皆さんね、寒い時は家で、いや3本までまあ前あでも2本ぐらいかさすがに撮ったの、うん、2本ぐらいが、しかも1本撮ってその何日後かに2本撮るぐらいの、なんかへこいたなんだよもう腹立つな、やる気なくなるわ音のするタイプな、いや音のするタイプでも音 のあ音のするタイプのポケモン、どういうことだよもうつまんねえなお前本当にその来年も思いやられるわ。まあ R1 があるんで僕はね、R1 が R でね、なんだよお前酔っ払ってんのかマジで、もう来んなもうプチラジですら来んなお前はもう腹立つからまあまあいろんなことあるんですけど、ちょっと今日は、はい、爆笑問題さんのお話でもさせてもらおうかなと思って。でもって我々がねここで言うのもなんですけど、まあ太田さんいつもこれ見てくださってますし、そうですね、ありがたいですね。そうなんですよ、その、はい、まあここでそういう話をしてもね、はい、太田さんがどう思われるか分かんないですけど、まああんまりそういう機会もないし、ちょっとね爆笑問題さんのお話をしたいんですけど、なんかちょっと真面目な感じですね。そうそうそう、ちょっとね真面目な感じというか感謝もありますしね、うん、この M1 でね、うん、我々準々決勝で敗退して、ギャオの再生回数で見た時あったでしょ、うん、その時にまあ M1 始まってからこうねずっとやってきて、敗退した後、うん、爆笑さんに初めてお会いしたのが、うん、太田さんのお母さんのお葬式の時だったじゃないですか、うん、そうですね。なんでちょっと負けちゃいましたってね報告、うんするのもお葬式の時だし、まあそれはね、お母さんのお葬式の時に喪主ですしね、そんな時に急に M1 の話しても関係ねえよみたいなことですから、うん、まあ今日はその話をねやめといて、うん、まあご挨拶ぐらいしようかなと思って太田さんねご控え室に行って、うん、ザマンスみたいな感じで言ったら、おい毎日50回以上再生してるぞキャオ、どうやったら勝ち上がれんだよみたいな第一声でそれを言ってくださって、うん、もう本当に僕は感動して、うん、もうこの人に一生ついていこうと思う気持ちってあるんだなっていうぐらい、うん、本当にすごいじゃないですか、あんなお忙しい方が、ね、我々のねこのまあブチラジもそうですけど、うん、全部こうチェックしてくださってて、うん、本当に感謝の気持ちもいっぱいですし、まあ、そんな中爆注問題クリスマスライブがこの間ね収録がねありまして、我々ももう何年も参加させていただいてるんですけど、ね、これ本当にね僕らごときが言うのもなんですけど、うん、爆注って本当に面白いじゃないですか。面白い。今はクリスマスのその1回しかやってないですけど、今年一ですからね、もっと本当にねやった方がいいと我々ごときながらも思うというか、別に僕いいんですよ、僕らが関係ないとしてもね、もちろんなんかちょっとやってほしい、もう定期的に、うん、子供も大人も楽しめるでしょ。大人も楽しめますからね、大人も楽しめるし子供も楽しめるし、うん、なんなら難しいこととかやったとしても、うん、太田さんがねラジオとかでもおっしゃってましたけど、うん、やっぱちっちゃい子クリスマスライブもまあ観覧来てますけど、うん、ちっちゃい子たちってやっぱお母さんとかお父さんが笑ってくれてると嬉しくなって笑うんすよね、うん、必ずしも子供向けのネタじゃなくても、うん、お母さんとかお父さんがわーって笑ってきたら子供も嬉しくなるもんだって太田さんおっしゃってましたから、やっぱその理論もあるから、結構難しいこととか大人なんなら僕らでも分かんねえよみたいなボケでも、まあ太田さんされますよ本当に。そうそう、それで昔のこととかね、そうそう盛り上がったりするし、うん、本当に素晴らしい番組だし、あと何より、うん、これねクリスマスライブ長野さんもこの間ね、ご一緒してましたけど、長野さんも言ってましたけど、ええ、爆笑問題さんって、まあ、当然ね、うん、僕ら素人、子供の時とかテレビで見て面白いなとかすごいなと思いますけど、うん、こう芸人を始めてから余計分かるというか、うん、あこの人たちこんなすごいんだっていうのを、うん、もっと思うでしょ、芸人始めてから同じねこう一応立場というか同じ職業になってから、うん、あこんなこの人たちとんでもないレベルでやってんだっていうか、うんうん、もうもうそれの最たるもんが爆中というか、うん、まあ何度かこことかね愚痴ラジでも話したかもしれないですけど、うん、本読みを適当にさらさらっとやって、うん、本番もバシッと決めて何百倍でも面白くするわけじゃないですか、うん、あれこそがまさに爆笑問題の凄さが詰まったとこだと思うんですよ僕は、うん、だからこそ爆中やってほしいし、この間のね収録にも参加させてもらったのが本当にありがたい限りなんですけど、うん、
ただですよ、うん、やっぱあの人頭おかしいなっていうか、うん、本当に意味が分かんないんですけど、この間その爆中クリスマスの収録して、その前の日にリハーサルやってね、そうですね、前の日に本番やって、今度のクリスマス、12月25日に CS フジテレビ1で放送されるんで、ぜひオンエア見てほしいんですけど、19時からです。19時から、ね、25日、なんで CS フジテレビ1で放送されますんで、はい、お願いします。ぜひこれ見てほしいし、オンエア上どうなってるか分かんないですけど、うん、まあリハーサルまずやって、本読みやるんですよ、いつも通り。まあ本当に太田さんとかボソ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 って言って、あ、この感じで本番決めるからかっこいいんだよなともう思いつつもやって、ね、うん、でちょっと立ち稽古というかね、立って本動きながらやって、ね、動きながらちょっとやる動きがあるんでね、うんうん、突然なぜか分かんないですけど、本当になぜか全く分かんないですけど、太田さんが裸の大将のモノマネ始めたでしょ、急に、うんうん、急にね、僕はおにぎりが食べたいんだなみたいな、うん、まあ詳しい内容は言えないですけど、本編には全く関係ないんですよ。全く関係ない、何にも関係ないの、ずっと。で最初はハハハみたいな、ちょっとちょっとみたいな感じで言って、なんで急にやるんすかみたいな、ハハハみたいなね。1時間だっても2時間だってもずっとやり続けるでしょ、うんうん、流れを止めて、その立たせてね、自分をやるでしょ、振りのセリフ。僕は絵が描きたいんだなってやる。なぜか裸の大将の世界観だけ守ってんだよ、しかもその、うん、絵が描きたい、こんなことがやりたいわけじゃないんだなみたいな、バクチューの設定を全部否定して、コント一回止めてね、止めて、僕はそんなことより絵が描きたいんだなみたいな。で最初はみんな言われたけど、だんだんもうなんだよって、田中さんも、いやそれダメだから、そこでそう言ったら次の展開いけないから、そこはお前それやんなよ、てかもうピカリの子は一言も発してねえじゃないかとかなってきて、ブーマーさんとか毎回らっしゃるんですけど、もう、いいよ今日だけやらして、明日はもう、もし明日やったらもう無視しようとか言いました。川田さんがね、太田さん無視されるダメになって、だんだん確かにリハでももう無視してきて、みんなずっと大丈夫大丈夫、もう今日で飽きるから、今日だけやらせようみたいになって、なんて今日だけやらせよう、あんなすごい人がそんな扱い受けてんのかも分かんないし、でまあまあ僕もなんだろうと思って、太田さんに、うん、リハの日にね、合間に、そのリハだってもうカツカツなんですよ、時間がね、忙しい方が集まって、そうそうそう、本人が一番忙しいんですから、そう、その後ね、漫才の練習して、次の日爆笑終わったらザ漫才の収録だって、収録がお忙しい中やってるのにずっとふざけてるから、で僕も合間に太田さんに、どうしたんすかと、その裸の大将見たんですかと、なんか見たらこうなんかね、まあそれはありますよ、見た直後だからやってんのかなと、いや別に見てないよとか、じゃあなんでマジでやってんだと思って、降ってきたんでしょうね、いや降ってくるにしても意味不明だし、しつこすぎるでしょ、うん、まだよくたけしさんの真似とかするじゃないですか、太田さん、それはまあね、それはいいんですよ、ずっとやってますから、ずっとやってるし、メリークリスマスミスターローレンスとかいうのはもう定番でいいじゃないですか、うんうん、裸の大将マジで関係ないし、うん、その今回やってるバックチューともう全く世界観も違うし、関係ない、でまあいざそれリハーサル終わって、結局リハーサル最後まで裸の大将でなんすか、太田さんやりきって、いや本番の前の投資もずっとやってましたからね、でその本番の日迎えてまた裸の大将、うん、今日はもうさすがにやんねえのかなと思った、まだリハでちょっとやったりして、やったりしてね、でいざ本番になってさすがにやんねえだろうと思って、まあ本番さすが決めるとか決めるともうバシバシ決まってね、盛り上がりでやりだしたら中盤ぐらいですよ、僕はってうわーやりだしたと思っておにぎりが食べたいんだなとか言って、みんな、いや関係、一応最初は関係ないでしょとか言うけど、ずっとやり続けて、マジで僕ほんと、うわこいつマジで邪魔くせえと思って、その全然話も進まないし、邪魔くせえと思って、そのもう思わず言っちゃいましたけど、いやマジで邪魔くせえよって言って、長野さんもうなんで先輩にその邪魔くせえってお前言うなよさすがにみたいなあの長野さんが止めて、ただもうみんなブーマーさんとかも始まってよみたいな、邪魔、みんな顔こうなってたもん、邪魔くせえなみたいな、ね、でもリハのこととかあんま言いたないが、そうみんなやっぱりそうそうなんです、ね、昨日からやってるとか、そうですね、もうねえやぼったいし、だからどう言っていいかも分かんないし、うん、意味不明すぎるでしょ、だってでいきなりやりだして何やってんだよってみんな最初は突っ込んでたんですけどね、ああだんだんずっとやるからみんな無視、最終的にもうピカリなく裸の大将と棚中でやるみたいなことになってますからね、うん、まあそれがもうめちゃくちゃ面白かったですけど、うん、まあそれもあるし、うん、あと一個ね、うん、山中さんも出てて、うん、ちょっとこうみんなでわーわーやる中で山中さんがこう中継レポーターみたいになって、その後ろで僕らがわーってふざけて、よくあるね、中継レポーター中継してる時に後ろで素人がふざけてるみたいなので、でレポーまあコメディというかあれですから、中継してるアナウンサーが怒って、おいなんでこのクソガキって僕らこうドーンってどかすっていうのを撮ったんですよ、これ先に言っちゃうとなんですけどね、そういう場面があるんですけど、その時僕らはこうやってで山中さんと僕らが出て、僕らがえーって山中さんの後ろでピースして、うん、
って山中さんが少々お待ちください、なんでこのクソガキってポンってうわーって僕らがこう吹っ飛んでカメラからの枠からはけるっていうのなのに、僕がこうはけた瞬間太田さんがそっちにいたら急に太田さんが僕のことボコボコ蹴ってきて、もう全く関係ない、映ってもねえし、うん、俺よかった紙で、そう紙手でね、僕が下手の方に飛ぶと太田さんがそこにいるからボコスカ蹴ってきて、しかもリハーサルですよ、リハーサルだけって今ね僕あばらがいてんだよあの人ボコボコにされてずっとですからね、意味不明で本番も4回ぐらい通しましたけど全部やりました、ね、全部ボコボコ、当然本番もものすごいフルパワーですから、ね、本番はもっとみんな見てるからね、もっとボコボコでした、もっとボコボコなんでちびっこの前で僕急に関係ない流れでも関係なくはけてきて、その太田さんにボコボコにされなきゃいけないんだよっていう、しかも普通にそのわーって倒れてるから踏みつけてきますあばらが痛くてしょうがないんだから、もう何なんだよって、そのなんかねこう素敵なとこからふざけたとこの振り幅がね、もうすごいですけど、ロックですよ、いやもう何がロックか分かんないですけどねまあでも本当に爆中楽しかったんで、楽しかった、ぜひ放送を見てほしいですね、本当にね、もっとやってほしいですね、本当にやってほしい、本当にね、爆中が一番面白いし、爆笑問題さんの面白さがこうね一番出るからやってほしいし、またね僕らの世代とか僕らよりちょっとした世代はみんな爆中見て育ってるじゃないですか、そうそうそう、モロですからね、そう、そういう人がこれからもだってね自分の子供にも見せたいような番組じゃないですか、楽しいしね、連れていきたいですね、いつかはね、大きなったらそうですね、うん、なんでそのためにも盛り上がってほしいですし、うん、我々も頑張ってねまた参加できるように、そうですね、頑張っていきたいと思いますんで、12月25日19時から CS フジテレビ1で爆中問題1ですからねCS フジテレビ1の方で、はい、爆中問題クリスマスライブ2016ありますんで、はい、皆さんぜひ見てください。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。僕らのカリオストロの城、こんなんありましたかね、ありましたね、僕におすすめしたいものや人を紹介してもらって、それがどのくらい気に入ったかを評価するコーナーです1カリシロが、まあ何カリシロかで評価するってことですね、1カリシロがカリオストロの城の10分の1、まあ僕はカリオストロの城が大好きですからね、うん、行きましょうか、ちゃんとしたのが来てんすかね、ブチラジネーム味噌汁のみすけそういえば、うん、爆中の時に、うん、アンガールズさんも出てらっしゃるじゃないですかね、よくね、で前も言ったかもしれないですけど、山根さんがマジでブチラジずっと聞いてくれてるらしいんですよ、うん、本当に、あそうなん、ずっと前からブチラジをずーっと聞いてくれてるらしいんですよ、あの方ラジオ大好きで、うんうん、多分ポッドキャストでブチラジをずっと本当に聞いてくれてるらしくて、この間お会いした時にさ井口さん、なんであれ食べ物の名前にあんなブチ切れてんだっけみたいな、そのずっと聞いてて、そうそう、忘れちゃったんだけどって、僕もあれなんでブチ切れてんだっけなみたいになったんで、ちょっと山根さんもね、うん、そうおっしゃってましたし、一回全部解禁しよう、食べ物の名前もう僕が怒るのやめる、解禁2度目ですけどね、今度こそ本当に解禁するただ買えるやつはもう許さない、そのコロ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 ブチラジネーム買えるやつは、だからみんな一つ食べ物だと知っても一つ、こいつは味噌汁のみすけ、ね、のみすけでまた送ってこいよ絶対ね、はい、井口さん、小本さん、じゃあ立つな、あられちゃんね出てましたよね、ドラゴンボールでね、あドラゴンボールスーパーにあられちゃん出てましたからね、僕が井口さんに無視すんの知らねえことを無視すんの聞いてこいよもうちょっと、なんか僕が井口さんに紹介したいものは、はい、ファミコンのソフト高橋名人の冒険島です。ああ、やりましたよ。16連射でおなじみファミコンマスターの高橋名人が主人公のアクションゲームなのですがすげえよな今考えたらおすすめのポイントは今のゲームでは考えられないその理不尽なほどの難易度です。あ、確かにね、全8面またセーブができないので僕は24時間以上ぶっ続けてプレイしたことがあるのですが、うん、結局7面までしか行くことができませんでした。よくやったなそこまで、うん、現代のファミコンマスター井口さんにもこの理不尽さを体験してもらいたいとともに、全然そんな要素ねえだろ別に僕に、僕の無念を晴らしてほしいです、うん、井口さん、高橋名人の冒険島は何カリシロいただけますでしょうかと。そうですね、じゃあやったんすか、ちなみに高橋名人やってたし、うん、もっと言うと 3DS でダウンロードしました高橋名人。あ、そうそうそう、やっぱその時の僕なんて本当に 1,2 面しかいけなかったやっぱ悔しさから、うん、やってみたけど 3DS だとセーブできんだよ。あ、セーブできるんだよ。うん、ちょセーブというか、まあ、そのまま保存してここでやめるみたいなのができるわけですから、うん、なんかちょっとやっぱ昔の感動は呼び起こされなかった。やっぱヒリヒリ感あるもんね。そうそうそう、結構進めたけど、そういう意味ではまあ面白さ知ってるしやってるから、まあ3カリシロかな。あ、もうちょっとやっぱあの時のときめきは重い、やっぱファミコンでやんなきゃいけないのかもしれないですね。そうですね、これはやっぱり、うん、これ何連射ぐらいできるんですか。
いや別に高橋名人ってそんな連射するとこねえだろ。この人は連射得意でもこのゲーム自体 このゲームはだって3つぐらいしか斧出てこないでしょ、いくら連射しても。何のため16連射できんだよ。そもそもなんだよゲームの名人が主人公、なんでおっさんやつって冒険しなきゃいけねえんだよ。スケボー乗ったら大体ピンチになるし。なるな、あの危ねえんだよな、あの速さが。スケボー乗った方が逆に危ないんだよ、うん、行きましょうか。まあ分かる人しか分かんないでしょうけど、ブチラジネーム雑音太郎。はい、井口さん、河野さん、こんばんは。はい、今回井口さんにおすすめしたいものは、うん、雪見大福です。もう何でもありじゃねえかよ、知ってるよ全部。そう、あの雪見大福だろうな。なんか斬新な食べ方とかがあるのかな。じゃあ味だけでもカリオストロ超えしてもおかしくないアイスですが、比べようがねえよ別に。なんかもうちょいそう映画とかじゃないよこういうの、何でもいいよ。今回注目してもらいたいのは蓋の裏です。は？雪見大福の蓋の裏にはとても優しい、優しすぎる文が書かれているのをご存知でしょうか。おー、それ知らないというか意識してないですね。お、先日食べた雪見大福から一節を紹介させていただきます、うん、皆様は最近幸せなことはありましたか。当たり前に過ごす毎日の中にも小さな幸せを見つけられるのって素敵なことですよね。今日も皆様の生活の中に小さな幸せがたくさんありますように。どうですか、ブチラジに毒されていた私の心にとても響き、いやうぜえよこんなの、あまりの不意打ちに泣きそうになった。なんでだよ、雪見大福の蓋の裏で泣くなよ、何これ。愛に飢えた井口さんには身も心も満たされる最高のアイスだと思い、美味しいけどね、今回おすすめさせていただきました。この他にもブチラジとは真逆の愛にあふれたメッセージがあるので、深淵を覗きすぎて深淵に取り込まれてしまっているソルジャーの皆様にもおすすめです。なんでこの書き方は。井口さん、雪見大福は何カリシロいただけますでしょうか。それ見てないから分かんないですけどちょっと気にはなりますね、うん、ただなんで雪見大福の裏にそういう優しいメッセージが書いてあるんでしょうね。ただそんなになんか響くようなメッセージでもないけどな。いやでもなんかだから小さな幸せぐらいのことでしょ。要はそんなん言おるがん最近よ。どういうことですか。いやなんか小さな幸せの積み重ねが幸せじゃみたいなことようるがん、なんかいろんなとこで各所でいろんな、まあまあ時代的にそう、月並みだろこんなもん。いやなんでお前がすげえ悪口言うんだよ。どうしてなんかあったのかよお前。なんかあったんだろな。なんか露骨に機嫌を持ち込むなよ。なんかまあまあでも俺が今日カレー食よったら嫁がうんこの話しだしたけん喧嘩になって、もうしょうもねえ、マジでしょうもねえよ。一族で滅びてほしいわ。ほんとにお前んとこは一族で滅びてほしい。お前デリカシー持って生まれてきてねえんかっていうあのアンサーで返したけどな俺は。いやいいよしょうもねえ、別にフリースタイルみたいになってねえわそんなのは。まあ雪見大福好きだしこれ気になるんで、まあ五カリシロかな。お、五いった、うん、雪見大福好きですしね。まあね、おっとっとの後ろにもゲームあるよな、迷路みたいな。いやもうこれと関係ねえじゃねえかよ。まあお菓子は大概ありますそれはね、ブチラジネームパープルアコラスカラムス。いや全く分かんねえな。井口さん、河本さん、スタッフの皆様こんばんは。はいこんばんは。私が井口さんにお勧めしたいのはレニー・ブルースという昔の芸人さんです。はい、1950年代に毒舌マシンガントークを武器に人気を博したスタンドアップコメディアンで、へえ、汚い言葉で人の心をつかむ方という本が有名です。ああ本を出されてるんですね。はい、これは日本では奴らを喋り倒せというタイトルで出ていて、うん、さらにはダスティン・ホフマンがレニー・ブルースを演じたレニーという映画もあります。あーすごい。爆笑の太田さんも影響を受けたそうですし、うん、以前日曜サンデーでダスティン・ホフマンと対談したりしていたので、うん、もしかしたら両方持っているかもしれません。持ってるか読んでるでしょうね絶対に。読んでるでしょうね、うん、貸してくださいと研究熱心アピールをするとあわよくば同時にお金も借りれるかも。いやなんでだよこれも聞いてるから無理だよもうそんなの。さっき結構悪口言ったし。彼を通ることによって井口さんの罵りが銀から金へ変われば幸いです。井口さん何カリシロいただけますでしょうか。あでもこれ気になるな。これは気になりますね普通。こういうのがいいですよね。あのちょっとこの前なんかいろんな仕事関係もあって、うん、雑談力とか、うん、あの会話のコミュニケーションの本を読んだんですけどどれもなんか大したこと書いてないというか、うん、なんでお前がそんなこと言ってんだよみたいなのが多いんですよ、うん、その初対面の人とは天気の話をしましょうとか、いやうざってよみたいな、そのなんか、うん、でお笑い芸人さんはこういうとこがすごいみたいなのを誰だか分かんない人が書いてるんですよ。そういうのよりこういうなんか悪口でとかの方が響きそうな気、ね、これは本当にちょっと読んでみたいと思うんで。タイトルもいいですよねなんかね。そうですね、7カリシロ。おお、まあ読んだらまた良くなるかもしれないですからね。あいいですね。ちょっとまたもし大検討じゃないですか。探してみてね。大検討っていうかなんで僕は競合みたいになってんだよ。なんで読んだら感想もまたね、あ話したいと思います。読んでください。ちょっと探してみたいと思います、はい。以上、僕らのカリオストの城でした。続いては、人間のくせに、日々の妬み、嫉み、僻みを間三つをっぽく詩で表現してもらうコーナーです。
ぱいいいコーナーですね。いきましょう。ブチラジネーム、ブチラジ大王。なんでお前が大王になんだよ。勝手にお前が大王になんだよ。乗っ取るなよ、このブチラジという国を。腹立つな。みんなが働けば、僕が遊んでも社会はちゃんと回るんだな。もう典型的なクズだな、こいつは。これはみんな思ってますよ。回るけど、自分に金入ってこないんだから、これはね。そうなんですよね。意味ないんで、そんなことをやったって。社会それ回るよ。別に、うん、死んだってもあるよ。なんならね、ブチラジ大王が倒されたってもありますよ。ブチラジネーム、マハシ公園、はい、そうやって一人でカッコつけて大人ぶったって何の意味もないんだからさ、ほらこっち来てみんなであいつの悪口言おう。あー、ね、これはいいですね。これいいですね。ありますあります。これは僕もやっぱ心がけてありますよ。あ、そうですか。これはね、いや悪口結局盛り上がりますからね、うん、いいですよね、やっぱ悪口言いたいですからね。人の悪口言いたくないなんてね、カッコつけてるやつは本当にそういうやつが一番溜め込んでますからね。じゃあ結局楽しく悪口言うことが一番いいんですから。楽しくなくてもいいんですよ。なんでお前はダメだよ。機嫌を持ち込むな、だからその夫婦喧嘩をブチラジに持ち込むな。ちょっとカレーって分かりやすい。もう分かったよ、いいよ。あの林ライス、もういいよ、どっちでも。そんなディティールはどうでもいいんです、そんなのは。腹立つな。もういいよ。娘がその、はい、離乳食になったから、はいはい、うんちが硬くなったって言ったんですよ。はいはい。ああ、奥さんがね、それにブチ切れた。いいことだろ、その報告なんだから。林が救うな、お前はもう。ブチラジネーム、西中の四天王ナギと、はい、僕のやる気スイッチはどこにあるかって、すでに押してこの状態だよ。それはあるでしょうね。早く頑張れとか言うけど、もう頑張ってんだよっていうね、うん、ことはあるかもしれないです。クソが多いな、やっぱり。まだあります、行きましょうか。ブチラジネーム、西中の支店のナギと、はい、ヘクソカズラという花を知ってるかい。おならやうんこの匂いがする雑草なんだよ。花言葉は人嫌い、まさに僕だね。これすごいな。これこんななんす、ね、ヘクソカズラってあったよな、あのよう生えとったよな。あ、生えてるやつなんですね、うん、これでも花言葉が人嫌いなんですね。これはいいですね。こいつもだいぶこじらせてんな。うん、そんくらいですか。こんぐらいですか。なんでね、皆さんもどんどん送ってきてください。以上、人間のくせにのコーナーでした。山根さん聞いてどう思ってんだろうな、本当に。聞いてくれてるんですね。本当に聞いてくれてる。何回か聞いたよっていうのは、あの聞いたことある。じゃなくマジでずっと聞いてくれてるみたいですからね。続いては罵り先生。罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。いきましょう。ジャージネーム、絶望と失望と1ミリもない希望と M1。 いいよ、入れてくんな M1 を。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。あられちゃんみたいなやつばっかりじゃねえかよ、もう。以前、ののしり先生で無駄遣いがやめられず、漫才商店街が4枚あると送ったものですが、グリーンの DVD も2枚買ってしまいました。いいことで、買ってしまいましたというか、いいことでありがたいよ、それは。漫才商店街だけを買えと言われましたが、グリーンの DVD も買ってしまいました。いいんで、てか漫才商店街って言うな、あんまりもう。これからは、まあね、グリーンのことだけ言うよ。漫才商店街気恥ずかしいから言うなよ。でも怒らないでください。漫才商店街も1枚また買いました。なんでなんでだから。漫才商店街なぜそんなに買うんだよ。言うな、そしてそんなに。ファースト DVD って言えよ、もう。散るからな、そっち。ウエストランドのファースト DVD って言えよ。そうしよう。魔界の村のモバイルバッテリーも持っています。すげえ使ってくれる中ね。まあまあウエストランドに貢いでいます。それありがたいよ。ボーナスも手に入ったので。手に入ったっていう言い方おかしいだろ。差し入れでも送ろうかと思っていたのですが、うん、最近ブチラジで全く採用されず、ウエストランド熱が冷めつつあります。ふてくされんなよ、それぐらいで。採用されないぐらいでふてくされんな。野呂尻先生、私を野呂して真のソルジャーにしてください。あ、いや真のソルジャーでこんな買ってる人は、だグリーンも頼むよ、いっぱい買ってくれ。ちなみに旦那さんと思われる方からもメールが届いていましたということでね。お、夫婦で来てる。うちらじネーム、抹茶カヌレ。抹茶カヌレと夫婦なのか。なんだこいつら本当に。なんで基本的に夫婦で聞くんだよこれを。ついで聞くな。井口さん、河野さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。東京に一度も行ったことのない妻がなぜか国会収録のグッズを持っています。やべえじゃねえかよ、大丈夫かよ。そんなことあります。さらに漫才商店街が5枚、グリーンが2枚ありました。本当なんだ。じゃあ夫婦だよ、もうやばいな。おい、いい喧嘩すんなよ絶対に。すごいな。なんでなんだろう、なんなんだろうこの夫婦。というか何組か夫婦で聞いてる人いるけど、うん、すごいな。5枚いる。というかちゃんと話し合えよもうちょっと。夫婦間でコミュニケーションもっと取れ、ね、お互いが何のポッドキャストとか YouTube を見てるぐらいは把握しとけ。ぐちゃぐちゃになるぞ本当に。
絶対喧嘩すんだよ。これを今日この木曜日をきっかけにぐちゃぐちゃになる可能性あるから気をつけろ、本当に仲良くしてくれよ。そうですね、気まずいから仲良くしてほしいですね。ブチラジネーム、お腹が痛い福岡人。なんだそれ。井口様、河本さん、こんにちは。読まれたら初投稿初採用。読まれたよ。ブチラジネーム、お腹が痛い福岡人と申します。常に痛えのかお前は。福岡の大学生です。ああ、本当に福岡なんだな。私の母を罵ってください。でも関係ねえだろそれに関しては。自分でやれや、そんなの。先日アマゾンで注文していたグリーンが家に届きました、うん、それありがてえよ。するとすぐに母が、ママのカードで何買ったんと一言。なんでママのカードで買ってんだよこいつ。母は井口様のことが大嫌いだ。なんでだよおい。ふざけんなよ。どう説明してんだよお母さんに僕のこと。しかも母って文章で書くときでお前ママって呼んでんだろ。じゃなきゃ一人称ママになんねえから。そこが気になったな。そこが気になるよ。だからスネ夫か、お前。私は DVD とだけ返事をしてリビングですぐに再生。カッコつけんなママって呼んでるやつが。内容は大満足で、河本さんの夜勤動画以外は大爆笑で拝見させていただきました。そりゃそうだ、あれ誰も笑わねえんだから。しかし母は夕飯の準備をしながら、うん、うるさい、いいともの時からハマってなかったもんね。と井口様を罵り続けています。長年嫌うな僕のこと。井口様、どうかこんな母を罵ってソルジャーの娘がいる私にふさわしい人間にしてやってください。お願いします。なんとかしろよそんなの。てめえらでなんとかしろよ。もうとにかく夫婦とか家族の揉め事送ってくんなこいつら。なんなんだよ。ちなみにグリーンは早めのクリスマスプレゼントということにされてしまいました。いいだろ別に、もう大学生なんだからクリスマスプレゼントもらわなくても、こんぐらい十分いいだろ。なんとかうまく言えよそんなの。なんで嫌ってんだよママは。ブチラジ聞かせろ、腹立つわ。しかもなんで僕だけ個人的に嫌ってんだよ。それが腹立つわ。こいつの方がうぜえだろ。名指しでね、名指しで言ってくんねや。なんでいいともの時から嫌って長年嫌ってんだよ。あとキャンプの動画もおもろないけんな。夜勤だけじゃなくね、笑うとこないけん。夜勤だけじゃなくて俺はおもろいけど。いやなんでだよ、もう楽しんでるだけじゃねえか。ちょっとみんなそのちゃんと家族仲良くするようにね、うん、ブチラジとか僕らきっかけで喧嘩するなよ絶対に、気まずくなるから。そうですよ本当にね、なので皆さんもどんどん送ってきてください、うん、以上ののしり先生のコーナーでした。さあ、エンディングでございます。ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、 T シャツを希望する方、住所氏名を忘れずに書いてください。お願いします。T シャツ出しましょうかね。さっきあのバシコバ社長がこれどうするの、捨てるよ。夫婦喧嘩みたいなのしました。なんであんな拗ねてたのか分かんないですけど、いや出します出します。今日は T シャツありますよ。なんかありましたっけ、誰がいましたっけ。お腹が痛い福岡人、その夫婦とか言ってんですか。夫婦にあげようか、2枚送ろう2人に。それで仲良くなるし、もうバレるしょ。そしたらさすがにもう分かる。急に2枚はけたな。2枚、あの2人、あの抹茶カヌレと、絶望と失望とみたいな。これどう思うんだろうな、2枚来たら。まあいいよ、お互いパジャマとかにしてね、そうそう、寝てもらえばいいですから。1ミリもない希望と M1 ね。いいよ正式名称はどうでも。何でしたっけ、抹茶カヌレと、絶望と失望と1ミリもない希望と M1 に送りますんで。あのじゃあ L を、まあもしかしたら M がもう残ってるかもしれない、 M もあったら送りましょう。じゃあ夫婦だからサイズ変えましょうか。 L と M をじゃあ送りますんでね。 L と SSS。 そんなんねえんだよ別に。なんだよ、しょうもな。しょうもないだろ。なんとかツッコミで盛り返そうとしたけどどうにもできなそうだから切り捨てたわ。なんであの夫婦で仲良くしてくださいね、ええ、これはいいですよ夫婦に送るというね、うん、2枚はけたんでバシコバ社長もにっこるでしょ。夜も燃えるんじゃないですかね。うん、まあまあそう思うとなんか送ってきてる人だから何とも言えない気持ちになっちゃいますけど。告知です。明日ですね、12月9日金曜日19時半から爆笑問題 with タイタンシネマライブがございまして、メンバーは爆笑問題、永井秀和、日本エレキテル連合、ゆりやりく、瞬間メタル、すごい、ウエストランド、猫に鈴、脳みそ、宮下岳、そしてゲストがブーム&プリンプリンさん。毎回もう途中から笑いけてくるから。ブーム&プリンプリンさんね、パペットマペットさん、はい、エレキコミックさん、やった、じゃあ本当に好きなとこをひいきすんなよ。タイムマシン3号さん、おそして雷、M1 ファイナリスト、ね、めちゃくちゃ受けてましたから、全国の映画館13館で同時生中継しておりますんで、ぜひお近くの東方シネマズの映画館で見てください。そして我々の DVD もね、何度も言ってますけどグリーン出てますんで、ぜひ買ってください。お願いします。ちょうど昨日かな、一昨日か、太田上田の収録にまた見学行かせてもらいました。あの上田さんのカバンにグリーンねじ込んどいたんで。上田さんはいらねえって言ってましたけど、カバンにねじ込んどいたんで。もうそんなことやりだしたお前。やってます普通に、
受け取ってくれなかったんで、あのカバンにねじ込んでおきましたんで、そのもしかしたら上田さん見てくれるかもしれない。カバンの触れる距離におるなお前。いやカバンに近づいてってもう本当にねじ込んだんで、あのそうやっていろんな人の有名人にどんどんこれからカバンにねじ込んでいきたいと思いますけどね。グリーンは、ね、浜野さんにねじ込んで、いやもうなんとも言えないかもしれない。浜野さんも見てくれると思いますよ。あの私ではないですけどね。あ私浜野さんには私じゃないですけど、なんであの、まあ、皆さんもぜひ買ってね、イベントもやることがあったら報告しますんでね。この話ばっかりしてますけど、うん、ちょっと考えますね。やりたいですね。皆さんぜひ買ってください、ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さようなら。ありがとうございました。毎週木曜日夜8時はウエストランドのブチラジ。